立ち上がりから大荒れとなったこのゲーム、1回に2点を先制されたベイスターズはその裏5番駒田のタイムリーですかさず1点を返すと、続く6番佐伯がタイガース先発三越馬から11号逆転スリーラン、4対2として天敵三越馬をノックアウトします。ところが2回に再び3点を奪われリードを許すと、その裏今度はローズのタイムリースリーベースでまず同点。さらにタイガース2人目弓永の3連続フォアボールが押し出しとなってまたまた逆転に成功します。なおも満塁として一気に突き放すチャンスでしたが、ピッチャー小檜山がそのまま打席に入って三振。これが悔やまれる攻撃となりました。続く3回その小檜山が2つのフォアボールの後、代打長嶋には左中間へ2点タイムリーツーベース、取って取られてのゲーム展開で三度タイガースにリードを許します。そして5回には途中から出場の8番山田に3号ソロを浴びて8対6、これがとどめの一発となりましたが、それにしてもマナーがひどすぎるのはレフトスタンドのタイガースファン。たびたびグラウンドにテープを投げ入れては試合を中断させる悪態ぶりで、ゲームを後味の悪いものにしてしまいました。試合進行の妨げとなりますので、やはりベイスターズに強いタイガース、投げては3番手久保が2回まで6点を挙げたベイスターズ打線の勢いを止め4勝目です。ベイスターズは今シーズン最多の借金11です。さてゲームは1回表に2点を取ったタイガース、その裏のベイスターズの攻撃です。駒田のタイムリーで1点を加えた後、続くバッター佐伯、不安の待つライトスタンド一直線第11号のスリーランホームランで逆転4対2です。さて続く2回のタイガースなんですが、1点を返しなおノーアウト2塁で亀山バッターボックスです。これで4点目が入ります。4対4、同点です。その後ワンアウト2塁1塁でオマリーです。ライト前、タイガース5対4とひっくり返します。しかし今日のベイスターズまだまだ諦めません。ピッチャーは変わった弓永、2回の裏 2アウトランナー1塁でローズ、これ打ち取ったかに思ったんですが、思いのほか打球伸びました。フェンス直撃、これはスリーベースヒットになります。ランナーが帰ります。5対5、また同点です。その後ブラックス駒田に連続フォアボールとなりまして、先ほどホームランを打っている佐伯、これもフォアボール、連続フォアボールで6対5、ベイスターズまた逆転です。ここまで1時間15分、これから一体どうなるのかと思われたんですが、3回の表のタイガース、2人目の小檜山が投げています。ワンアウト2塁1塁から代打長嶋、これで2人帰って7対6、またまたタイガースがひっくり返します。そして5回になります。関川からからかった山田、これでダメをします。8対6。その後タイガースはベテランの久保、そして中西が3回以降ベイスターズ打線0点に抑えまして、最後は古溝がきっちり抑えています。古溝セーブポイント21でリーグトップタイに並んでいます。阪神明日は長いロードが終わり甲子園に帰ります。4連勝と波に乗る広島は2回ヒットテーラーでワンアウト2塁1塁と先制のチャンスをつかみます。ここで7番の音は阪神先発薮から右中間へタイムリーヒットを放ち、まず1点。さらに広島はこの後8番西山のレフト前タイムリーなどで2点を追加。1勝3敗と苦手な薮から3点を奪います。一方まずい攻めで反撃のチャンスを潰してきた阪神は7回、2アウトながら2塁1塁として代打真由美が広島3番手長富から左中間を深々と破るツーベース、ランナー2人を迎え入れ、これで1点差。そして迎えるバッター亀山、しかし変わった笹岡のストレートに手が出ずに三振、阪神あと1本が出ません。さらに阪神は9回にもワンアウト2塁のチャンスを使いますが、広島抑えの切り札大野の前に後続が打ち取られ試合終了。広島が3対2で勝ちました。広島は今シーズン3度目の5連勝、初めて貯金を1として2位に浮上です。